プレーとしても絡む選手に取らせたいとかそういう気持ちがあるのかもしれないですね。そうですね。まあ、ボルチン・オレキックももちろん初体感を狙いますが、このカラム・ニューマンにとってもタイトル初体感ということにもなっていきます。やっぱり自分の手でこう結果を出すっていうことの大切さをね、はい、パートナーたちは分かってると思いますので、うん、あのウィル・オスプレイが見出したユナイテッドエンパイア期待のホープです。ここからシューティングスター着地、そこに棚橋の低空ドロップキック、足効いてるとこ、さらにボルチオレックパワーを見せつける、顔面捉えたのはフランシスコアキラ。さあスピードを見せるか、ここは厳しいか、掴んだ掴んだ掴んだ、今のアキラの体を掴んだボルチオレック、そしてこの台湾の舞台でもシェイク、相手の体を軽々振り回していく。3、あー